190部屋への出稽古で、千代の国、右、の攻めをこらえる稀勢の里、撮影、佐藤博之、写真を拡大、大相撲名古屋場所8日初日左大胸。金の負傷などで7場所連続休場中の横綱、稀勢の里は3日連続の出稽古で名古屋市東区の90部屋を訪れ、平幕、千代の国に8勝3敗だった。いきなり叩き込みで敗れ、はぁ、クソ、と悔しさをあらわにし、上手投げで転がされる場面もあった。中盤からは左はず押しで吹っ飛ばすなど6連勝。動きそのものにキレが出てきた。欲が相手に伝わっている、と手応えを口にした。ただ、名古屋場所の出場は依然として流動的。解説者の舞の海周平氏、元小結びは、焦って出るより、万全に近い状態で9月、秋場所、に出ればいいと思う、と試験を述べた。